デッカードブラスターの水鉄砲高木式ブラスターですね。飾ってコレクションするしか使い道がないので、私黒く塗ってしまって鉄砲っぽくしようかなと思います。ちょっと強引ですが外しました。何個かねプチって割れちゃったんですけど、まあいいやと思って、よいしょ。じゃあこれを塗装します。ホームセンターで買ってきた銀のスプレー、これをまず下地に塗りたいと思います。塗ろうね。次は艶消しの黒です。乾いてるね。テッカテカです。拭きました、うん、いい感じじゃない。テッカテカ、乾くのを待ちます。塗装できました。いや、まあまあまあいい感じ、いい感じじゃないの。ちょっとグリップつけましょうか。グリップつけるとこんな感じ。青いグリップはどうかな。まあこれはこれで SF 感はあるけどね。中身はモナカなんでスカスカです。軽い。ちょっとだけちょっとヤスリをかけて金属出し銀を出してみようか。これしかなかったんでこれにします。 P180 番。うん、良くなった。図らずもめちゃくちゃ良くなったじゃないか、まあ、やりすぎちゃうとあれなんでこの辺で止めておこうかな。使ってるこう道具感が出ましたね。細かく赤とか入れたらもっと良くなるかな。ちょっとじゃあグリップをつけます。はい、こんな感じで出来上がり。まあ青いグリップはちょっとご愛嬌ですね。グッと鉄砲らしくなりました。